通常動力型では、日本の潜水艦は世界のトップクラスと定評があります。そこに気づいたカナダが、最新鋭対ゲイ型に熱い視線を注ぎ、初めての輸出開始かという情報を入手しました。今回は、このカナダへの初輸出となるのかについて見ていきます。オーストラリアでは、日本案は不採用で、フランスのアタック級を採用しましたが、遅れすぎて音を上げたのか、厳選導入となりました。日本案なら、今頃数隻の潜水艦を保有したはずです。日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、横須賀に艦隊司令部が置かれています。呉の第1潜水隊群と横須賀の第2潜水隊群に分かれていて、通常動力型潜水艦22隻が所属しています。内訳は、親潮型潜水艦8隻、他2隻は、練習潜水艦に、艦種変更層、流型潜水艦12隻、最新鋭の対ゲイ型潜水艦2隻となっています。なお、対ゲイ型は、2023年12月時点で、3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中ですから、さらに、2隻の建造が開始されていることになります。日本の潜水艦は、潜水艦の性能を示すのに、最重要ポイントである静粛性に優れています。通常動力型潜水艦の中でも、世界トップレベルとの評価があり、そう、流型11番艦東流と12番艦欧流には、潜水艦に最適な性能を持つ高出力のリチウムイオン蓄電池が搭載されたことで、世界中の注目を集めているのです。防衛省は、2014年4月1日に策定された防衛装備移転3原則に基づいて、これまで自衛隊だけに限っていた装備の輸出を図っています。オーストラリアが旧式で老朽化が問題のコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていました。そこへ、そう、流型潜水艦の売り込みを図り、一時は採用の可能性が高いという情報が出たので、日本国産の潜水艦が初めて輸出されると期待する向きも多かったのです。しかし、そう、流型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣、ターブル首相に交代するなど、オーストラリア政治情勢には変化がありました。それに加えて、オーストラリア現地での製造や機密技術移転に日本が消極的であること、兵器の国際共同開発経験が乏しいことが懸念材料として考えられたことなどから、2016年4月結局、フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級が採用となったのです。ただし、このアタック級については、建造担当のフランスのナバルグループの対応が鈍いことを理由に契約が破棄されました。オーストラリアが、アメリカ、イギリス、オーストラリアの間で締結された安全保障協力オーカスの創設に合わせ、アメリカとイギリスが、原子力潜水艦の技術を供与する取り決めが交わされたと明らかにしています。防衛省としては、防衛装備移転3原則に基づいて防衛装備品を輸出して、高い製造コストを下げようとしていたのですが、フィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は進みませんでした。そのような状況下、カナダ海軍運用のビクトリア級通常動力型潜水艦が、老朽化により、後継艦種の検討をはじめ、海自最新鋭の対ゲイ型に興味を示しているという情報が飛び込んできたのです。カナダ海軍では、2023年12月時点で、ビクトリア級通常動力型潜水艦を4隻運用しています。この潜水艦は、もともと、1990年代にイギリス海軍が運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦で、2000年にカナダ海軍に売却、ビクトリア級として再就役させていました。4隻とも艦弱いが40年近くになるので、様々な不具合や事故を起こしていました。シクーティミは、2004年10月5日、アイルランド沖で、乗員1名が死亡する火災事故を起こし航行。長期の修理が必要となりました。ウィンザーは2005年10月30日、潜航中に火災を起こしました。カナダ海軍が運用に苦労していると伝わっています。そのため、カナダ海軍は
後継潜水艦の導入計画、カナダ哨戒潜水艦プロジェクト、CSRP を2021年に立ち上げ艦首選定を急いでいることが明らかになりました。日本の海自潜水艦も候補の一つになっているようです。情報によると、カナダ海軍は大西洋と太平洋にそれぞれ潜水艦2隻ずつを同時に稼働させて警備展開する必要があるとみられ、艦隊整備や乗員の休養や訓練などのためのローテーションを考え、最低でも通常動力型潜水艦は8隻必要と言われています。しかし、近年、カナダの北の北極海では、ロシア海軍と中国海軍の原潜の活動が活発になっているので、カナダ海軍は、北極海の潜水艦作戦能力の向上が早急に必要ということで、可能なら12隻の導入を考えていると推測されます。こういったカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能として伝えられている条件は、ディーゼルエンジンと発電機にバッテリーなどからなる通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、優れた長距離航行性能を持つこと、北極海でも運用可能であること、アメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムを搭載できることなどです。上記条件に合う通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の対艇型潜水艦が有力という見方が浮上し、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号では、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、対艇型潜水艦が挙げられているのです。海上自衛隊が導入している対艇型潜水艦は、ディーゼルエレクトリック方式としての蓄電池は、総流型11番艦欧流と12番艦欧流から搭載されているリチウムイオン蓄電池です。このリチウムイオン蓄電池ですが、従来での鉛蓄電池と比べると、潜水艦への搭載については、様々なメリットがあるのです。水素ガス発生の危険がなく、鉛蓄電池の2倍以上のエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数を持っています。満充電になるまでの時間が短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できるので、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性を持っていると言えましょう。外観上の特徴としては、双流型と同様、潜水艦の舵として、多くの利点が RX 字型が採用されていることが挙げられます。これまでの潜水艦の舵は、一般的に艦を回答させるための垂直舵と、水中で艦体の姿勢を制御する水平舵は、2枚1組で十字型になっていました。上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していましたが、X 字型舵では、4枚の舵が独立して動き、それぞれが、回答と姿勢制御の役割を担当するので、機動性に優れているということです。さらに、十字型舵では、垂直舵か水平舵が損傷した場合、連動している2枚が動かなくなって、その役割を失うことがあるのですが、4枚が独立して機能している X 字型舵では、1枚が損傷しても、残りの3枚でカバーできるのも大きなメリットです。艦体の垂直軸と水平軸に対して45度の角度で装着されているので、艦体の幅からはみ出すことなく、舵面積を十字型舵より大きくできるので、潜航時の機動性が3割アップすると見られます。それほどのメリットが知られていながら、双流型まで採用されなかった理由は、4枚の舵を独立して操作するのが難しかったためですが、近年の電子制御技術の発展によって、双ダインは、ゲームに使用されるようなジョイスティック状の操縦桿での操作ができるようになったのです。また、対艇型潜水艦では、艦内の居住性が改善され、女性乗組員を想定した専用居住エリアが設けられ、専用シャワー室や寝室が完備されています。さらに、日本とカナダの間では、現在、軍事関連の情報漏洩などを防ぐ情報保護協定締結に関する協議も進行中で、これによって日本製潜水艦の機密情報などが守られるとされます。こういった事情もあり、カナダ海軍次期潜水艦の候補に対艇型潜水艦が有力とする根拠になっているようです。
潜水艦の輸出は、技術的な側面だけでなく、政治的、戦略的な課題にも直面しています。潜水艦技術は、高度な軍事機密に該当し、その技術移転や共同開発は、複雑な国際関係を考慮する必要があります。また、日本国内の軍事輸出に対する厳格な規制や公衆の意見も、輸出政策を進める上で、大きな障壁となるかも。日本の潜水艦輸出は、国際的に高く評価される技術力と性能を背景に、潜在的な市場として注目を集めています。日本の潜水艦は、特に、静粛性や技術の先進性が評価されており、これまでに、数々の国際比較テストで、その性能が証明されています。しかし、実際の輸出状況は、複雑な国際政治や安全保障の観点から、まだ初期段階にあると言えます。